ピオルン、怪我はない？慣れない場所だから気をつけないと。心配しすぎ。シルクこそ大丈夫？ラインがいないんだし、絶対無理しちゃダメだからね。心配しすぎなのはお互い様みたいだね。こうしてまたシルクと一緒に戦うの、なんだかちょっと嬉しい。不謹慎かな。ううん、いろんなことあったからね。僕も同じ気持ちだよ、フィオルン。シルクの武器ってなんだか不思議な感じがするよな。真剣って呼ばれてるからね。俺たちがそんなのを使っちゃっていいのかな。ピオルンは頼りになるな。ワイも同じ。レックス、女の子に頼りになるとか言っちゃダメ。好きな人と一緒に戦えるのその力見せてもらおう。幸せだよね、ホムラ。私はそのフィオルンの素直さが羨ましいです。シルク、その剣。ああ、これは。うん、今はやめとく。いつかゆっくり話を聞かせて。ニアのその耳って本物なのかな。本物に決まってるじゃん、グラジンなんだから。ごめん、僕たちの世界にはニアみたいな子はいなくて。フィオルンの身のこなし、ただもんじゃないね。これがお料理に生かせれば最高なんだけどね、はあ、この世界にもノポン族がいるんだね。トラは体のサイズから推測すると50歳くらいかな。そんなおっさんじゃないもん。シュルクよりも若いピッチピチの少年も。アナちゃん、機械の体もなかなか大変だよね。フィオルンは人間なのに機械の気持ちが分かりますもん。昔ちょっとね。今度詳しく話してあげるね。エレフみたいな立派な軍人と一緒に戦えて光栄だよ。私も君のような目をした少年は嫌いではない。普段見られない何かを見せてくれる気がしてな。エレフを見てるとなんかお兄ちゃんを思い出すな。ちょっと待て、フィオルン。念のため言っておくが、私は女性だ。さあ、シルク、質問があんね。そっちの世界にはワイのようにかっこええやつはおるんか。いや、ジークみたいに個性的な人は見たことないよ。雷豪のジークは唯一無二ってことやな。趣味じゃないんだ。ジークは変なキャラやめればモテそうなのに。モテるとかそういうのはいいんや。ワイはな、最強完璧アルティメットな存在、ただそれだけや。